気になるの、一回も調べてて。馬にかけるでしょ。うん、あ、昔馬車がなんか引いてた道かなと思って、ちょっと外れたところにさ、戦車道路とかそんな由来の道とかいろいろあるから、あの実際に戦車通らせてた道があるんだけど、そこ今綺麗な桜並木になって、桜の名所になってるんだよね。富士山ナンバーさっきのやつだっけ、これ入ってきたやつ、多分ずっと変わってるんじゃん、下川なんだな、何も見えないけど、何川だ、よいしょ、左に運動公園がある。ああ、綺麗な山。おびい。どれぐらいでさ、やらかすと思う？一週間。あ、言えよ。だって、無理だもん。もう悪いけど。多分さ、店長、根負けして、なんかもう、こいつ、痛い目に遭わず、あ、でも、小学者と高額はしないのか。いや、わかんないんだよね、そういうの。あんのかね、変わらんけど、俺多分ついていけないと思うけどな。うち出戻った時にさ、最初にいた店長に最初に言われたこのセリフがさ、うん、なんかもう戻ってきた当初に、うん、前のあの時給じゃなくてごめんねって言われたんだけど、いやそんな前の時給で戻ろうって思ってなかったんですけどって思って、うん、びっくりして、何も思ってないのに急に言われたからびっくりしたんだけど、あ、何も気にしなかったよ。え、もうゼロスタートのつもりだから、ゼロの商法の金額の気持ちでいたから何も気にしなかったから、そういう風に言われるんだと思って、そんなね、2年も空白あって前の時給で戻してくれって言ったら相当頭はおかしいやつだから。いやー、本当になんか仕事の2年離れただけでさ、雰囲気も全然変わっちゃってさ、いる人たちともなんかやりづらくて、本当に仕事をやれなくて苦痛だったよ、合わなくて。何で勤めましたか。まあ、やめようと思った時期はあった。あ、ダメだなって、この今のメンツの状態だと多分無理だわと思って、もうワイン慣れねえやこの人たちも。スーパードラッグ、サンロードだよ。だけど気づいたらね、なんか一番ね、馬が合わなさそうな社員が異動になったから、なんとかなった。あ、異動になったんだ。あ、まあ社員だからね。あ、あれだっけ？あ、違うか。出てこない人か。あ、それは違う。あ、違う。それの前にいた社員。あ、その人も仕事できるけど、結構性格な、ゴミクズみたいな人だったけど、好き嫌いはっきりしてるっていうか、もう本当は多分嫌われてたと思うよ。当たり強かったもん。で、こいつとやれねえと思ってマジやめようと思ったもん。めんどくせえな。うん。でも急になんか当たりが優しくなって、なんかギャグとか人にいろいろ言ってくるようになってきて、何こいつと思ったけど、絶対なんかあったなと思ったら、まあ同じ職場のバイトの女の子と付き合いだしたらしいからね。気持ち悪い。そういうので態度変わる人間かと思って、あ、もう絶対こんなやつと一緒になる方がひどくね、あの子なんて。で、一緒になった女の子もすげえいい子だったんだけどね、うん、騙されてるね。で、その人が異動になった時にその子も辞めて、まあ結婚するからついてっちゃったみたいよね。あ、結婚するんだ。うん、結婚して、なんか前子供連れて戻ってきてたけど、顔が全然思い出せなくて、こんな顔だったっけって思うんです。え、こんな顔だったの、やっぱ記憶にねえと思って。戻ってきた当初の人たちの顔、多分ほとんど記憶に残ってない。いや、牛丼。あ、おまわりさん。あ、本当に？うん、あ、なんか、いた？うん、なんかしてた。現場検証みたいな。あ、それか、接着か。ちょっと一瞬だからわからなかったけど、接着かもね。なんかやってた、マリさん二人誰か一人かぶってたから。接着多そう。接着多そうだよね、田舎ってね。町田も多いと思うけど、まずあの接着で捨てられたチャリをさ、接着する人が大体捕まるよね。うん、あ、このチャリの人たちあるさ。
モーリスさん。なんかこんな前走ってたんですよ、何か。まあ自分ら結構あの雨の中あそこでサボってたの。どうまで行くんでしょうね。まだチャリこいでたことにびっくりしたよ。どう行くのね、マジ元しか行くの。まさかね。何このドライブイン、あ、ご飯か。うなぎ天ぷら、とんかつ。さ、一言言ってくれればいいのにさ、なんか光らす前に店長が多分なんかもう脳内で絶対眩しいだろうって思ってるから、なんかしなきゃすげえ眩しそうなさ、酸っぱいもん食ったような顔するからどうしたんだろうと思って、店長がもう顔見したらいきなりさライトペッてつけるからめっちゃ眩しかったんだけど、え店長言ってくださいよ、めっちゃ店長が なんか険しい顔してるからどうしようかなって、そっち見たらいきなりライトつくからびっくりしたじゃないですか、つってさ、今度そのライトさ下でつけてくれたらさ、つけた後見たらさ、違う、
かどう見ても色的になんかすげえムーディーなカラーだったからさ、普通に言うかもって、ちょっとなんかめっちゃムーディーになってますけど色が、ねえちょっとムーディーだよね